にちは、こんばんは。コカートチャンネルへようこそ。レジンで作るアクセサリーとかボタンがあるのを皆さんはご存知でしょうか。こういうシリコンの型を使って、私が以前ジェルネイルの動画をお見せしたと思うんですけれども、その時に UV ライトに入れて爪を固めるところをお見せしたと思うんですけれども、全く原理は同じで、ネイルに使うようなレジンのジェルをこういうシリコンの型に流し込んで UV で固めるというものなんですけれども、アクセサリーも作れるんですけれども、私がすごいなと思ったのは、なんとこのボタンの型があるんです。これがあれば、もしお洋服をリメイクしたい時とか、何かボタンをなくした時に、いちいち手芸屋さんでお洋服に合うボタンを探さなくても自分で作れるという優れものなんです。まあ、私だけかもしれないんですけれども、ボタンを探すために何軒も何軒も手芸屋さんを回ることがあるんですね。私は特に編み物をするので、その編み物に合ったボタンを探す時になかなか思ったものがなくて、微妙になんか色が違ったりとか、あ、いいのがあっても大きさがなかったりとか、そんな時にこれすごくいいなと思って買ったんですけれども、どうせだったらいろいろやってみたいということで、いろいろなこういうちょっとアクセサリーの形とかいろいろなものを買ったんですね。ここで私が作ってるところを皆さんに見せてもちょっと寂しいので、先日お友達の子供ちゃんと一緒にこのレジンアクセサリーを楽しんできました。その時の模様を VTR に収めましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、それでは私のお友達の娘ちゃん、すみれちゃんです。こんにちは。それではすみれちゃんと一緒に今からこのボタンとか宝石とか、このこういうのを作っていきたいと思います。それでは開けたいと思います。じゃあ開けましょう。あ、すみれちゃんところのワンちゃんの名前なんだっけ。トラちゃんです。トラちゃんもたまに登場します。トラちゃん、リュウくんは、リュウくんはあっちにいます。わー、すごい、見て、本当にこのボタンみたいな。ここに今からレジンを入れて、これだと好きなボタンが作れるってことですよね。だから、あの、なかなかボタンが、あの、手芸をしてる方とかでボタンが欲しいなと思う時に、このお洋服に合うボタンを探すのってなかなか大変じゃないですか。そういう時にこれがあれば、好きなボタンがいつでも好きなサイズで作れるという、かなり優れものです。それでは作っていきたいと思います。じゃあすみれちゃんはどれをどの色でいきますか。これはネイルで使ってるこういう、私がいつもネイルでラメに使ってるものなんですけど、これでボタンを作っていきたいと思います。紫に行く。あ、そう、すみれちゃんは2月だから誕生石がアメジストです。なのでこの紫とかこれとか合うじゃない。一色でいく。これだけでいく。これでいく。じゃあどっちが先入れる。先にこっちが出来上がりなのね。っていうことは、これを先に入れた、これが全面に出てきます。混ぜたら一緒になります。最初にどれを見せたいか。はい、じゃあこれを好きな分だけ入れてください。うん、あ、すごい綺麗ね。わー、すごい、すごい。私もこれすごい初めてだから。あ、ちなみにこの下に敷いてるのは、この前動画で紹介したペットシートです。フローラルシャボナ。じゃあすみれちゃん、こういう風に好きにして、うん、好きな、このまま固まるから。あ、わかった。これを入れて、先にこのレジンを入れて、それからこれ入れる。もう垂れてきた、垂れてきた。はい、じゃあすみれちゃん、これ入れてください。ゆっくりどうぞ。あ、すごい、あ、すごい、すごいね。あ、あんまりつけないのがいる。え、これがどうなるんだろう。固まるね。あ、でもなんかちょっと物足りなくない。もうちょっとキラキラ入れて、ね、もうちょっとキラキラとこれか入れて、なんか黄色とか黄色入れる。はい、他にもいっぱいあるからね、うん、ここにね。家にあるビーズとかを入れてもいいかもしれないね。大きすぎたら無理だじゃん。うん、
すごい綺麗。紫とゴールドってすごい合うね。うん、エレガント、ね。エレガントっていう言葉が出ました。これは？入れる。はい。じゃあ失敗を恐れずに入れてください。失敗を恐れずに。手でつまんだ方がよくない？大丈夫？そのままいく？うん、全然混ぜる？そのまま、はい、あ、どうなるんだろう。ぐるぐる回る。でいいよ。どうなるんだろう。ぐるぐる混ぜてもいいよ。混ぜた方が綺麗かもね。混ざった方が綺麗かもね。あ、混ざったら綺麗かも。あ、キラキラしてきた。ここにキラキラ妖精の粉もあるよ。紫すぎるかな。紫すぎる場合は、紫すぎる場合はよ。なんで急に寝るの。なんで急に寝るのこの子。トラちゃん。これはカットしないで。これはカットしないでね。ここでソラちゃんが、ソラちゃんじゃない、何？トラちゃんが寝てます。トラちゃん、トラちゃん、スミレちゃん家のワンちゃんです。あ、リュウくん来ました。リュウくん来ました。食べて食べて。もう食べたらいいんだよ。想像つかない。初めてだから、私も。私も、うん、手でちょっとつまむ。うん、手でちょっとつまむ。ついた。きれいきれいきれい、大丈夫。あ、手がきれいになった。あ、きれい、大丈夫だよ。ちょっとぐらい難しい。そんなまま入れる。うん、これでいい。だってさ、こっちから見えないよ。この感じだよ、出来上がり。だからいっぱいちょっと多めに入れて混ぜた方がいいかな。これって裏。うん、裏だよ。こっちが裏だよ。思ってやと思って。うん。どんなに使っても綺麗やと。でもまあ最初はね。すごい綺麗。すごい綺麗。すごい綺麗。うん。じゃあ混ぜ混ぜして。楽しいね。うん、作るまでが楽しいね。うん、焼いてる間がどうだろうね。じゃあ、はい、すみれちゃんこれ持ってください、うん、ではすみれちゃんの手がちょっとキラキラすみれちゃんの手がちょっとキラキラになってますけど、これを今から UV ライトで固めていきたいと思います。じゃあライトつけますね。はい、じゃあ入れてください。はい、大丈夫、やけどしないから、はい、すぐできるかな。ちょっと、うん、あ、上の方が黄色にするの。きれい、これきれい、これすごいきれい。あ、こっちの黄色もあるよ。光ってない黄色もあるし、これも光ってない、ただの黄色。顔料、これと全然違う。うん、こっちはラメの黄色、こっちは普通の黄色、こっちは細かいパールビーズ、イエローパール、ガラスビーズだって。もうガラスなんだって。綺麗なドライフラワーとかお花が、押し花があったら閉じ込められるんだよ。押、うん、し花を閉じ込める人もいる。このうん、あの持ってる好きな切手とか、
じゃあこれと交換しましょう。じゃあすみれちゃんこれを外してください。キュッて、じゃんじゃじゃん、今から外します。さあ、できてないと思う。できて、あ、できてるよ、ほら。はい、一つ宝石ができました。2月生まれのすみれちゃんの誕生石のアメジストをイメージしたアクセサリーができました。イエーイ。きれい、きれい。硬いね、結構硬いよ。あ、でも俺の方がきれい。できました。これ余分なとこ、それ目立つかな。あら、ちょっとどこ行った。え、どっか行った。はい、この中に色が見えないけど、封じ込める。封じ込める。いきます。あー、すごい。あ、すごい。最後が出ない。引っ張っちゃい。まだちょっと固まってないかも。まだ固まってない。じゃあもう一回戻して、もう一回これ入れる。でもまだこのぐらいになりました。あー、でも綺麗ね。綺麗綺麗。うわー、すごい綺麗。氷みたい。これで作った北海道行ったお土産みたい。いかがだったでしょうか。本当にすみれちゃんもこうやって私に指輪を最初からつけてるんですけれども、いただきました。すみれちゃんの大事なアクセサリーのこうイヤリングだったかな、なんか片方だけなくなったものを詰め込んでくれて、こうやって輪っかをつけてくれて指輪にしてもらいました。大切にしたいと思います。こちらがすみれちゃんが作ったボタンになります。すごくないですか。もうこのままお洋服とかにも使えそうな。アクセサリーとかは好き嫌いがあると思うんですけれども、このボタンの方は結構使えるんじゃないかなと思いました。私もこれからなんかお洋服とか編み物でボタンが必要な時は探しに行くより自分で作ろうと思いました。もう今の時代自分でボタンが作れるっていうのがすごいですよね。ほんの少し前ならもう全然考えられなかったことです。はい、というわけで今日はシリコンの型を使った、このジェルネイルと同じレジンを使ったアクセサリーとボタンが作れますよのご紹介でした。ネットで検索したらいろいろ出てきます。今だったら UV ライトも1000円とか2000円で買えますし、これから寒くなるので家の中でボタンとかアクセサリーを作ってみてはいかがでしょうか。子供たちとやると大盛り上がりです。それではまた。ここはアートチャンネル。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面の私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。または概要欄のリンクを貼っておきます。画面の右側はクリックタップ。